お疲れチャンスラッです。今日ですね、こちらの新兵隊 LJ バルーン迫撃ダクネモトルネモ、はい、すごいカレーやっていきたいと思います。さあ、こちらね、海外プレイヤーがまあなんか遊びで使ってたのかな、グラチャレ12勝一応されてましたんで、はい、僕もねやっていこうかなと思います。なんかおもろいデッキね探してたらちょうどいましたね。はい、ということで今回の相手はコカちゃん。まあこういうデッキな、マジプリンちゃんとかロケット砲士とかさえいなければめっちゃ強いみたいなとこあるんで、まあ、この吹き矢なのは救いですかね。さあ、エレジャイ親衛隊バルーンなので、まあ、どうやって攻めようっていうか、もう何も考えずに戦ってたら勝手に攻めてたみたいな感じっすよね。さあ、まあ、これボムタワー釣れないっすよ。でもロケットがね、最近のこの枯渇にはありますね。はい、さあ、まあロケがあるんで、まあまあまあバルーンはこんな感じで止められちゃうよと。まあ、ボムタワーがないサイクルの時にダクネぶっ刺したいっすよ。まあとりあえず攻めカードしかねえから、まあ迫撃とか困ったら防衛でも使えるけどみたいな。え、これちょっと待って、冷静にいってらっしゃい、エルジャイちゃん。吹きよ、こんにちは。あー、さすがに近畿としようか。ちょっとあとのことも考えてね。まあボムタワー書いた範囲よ、なんでさあ、これちょうど昨日かな、動画出しましたね、 2.9 枯渇っすね。ちょうど昨日紹介したの、まあ、流行ってますからねこれ。うん、さあ、クランメペッカとか書いてるんですけど、ペッカまたそれた、はてな、全然ペッカじゃないですね。さあ、枯渇、まあまあまあ親衛隊バルーン迫撃エレジャイの形組めたら結構きつそうじゃないですか。またスケブがこの、まあ、バレルボレー防衛にはね、えらい。さと、まあこういう感じで攻め迫でボムタワー使わして、ハシマエレジャイっていう、あこんな思った通りになる。さあ、2秒で吹き当たりを流して、これでもあとはねコスト辛そうなんでね、ゴゴスでバルーンとか飛ばして、まあボムかな、ボム吹き矢で。さあさあさあ、まあ、思ったよりダメージ通らんすね。もっと入ってくれてよかったんですけど、まあみたいな感じの戦い方をしつつね、これ大体ボムタワーも使いにくいですからマジでやってること意味わかんないんですけど、意味わかんないぐらいがやっぱ強いんでね。あれ壊れる、いやー、これもう一回待とうかな、ちょっと。おえー、すり抜け。さあ、まあ始まエリジャイ、エリジャイしたいね。これもうまあロケが来る、あー、吹き矢強えなマジで。いや、これでも綺麗に守られるのなんかちょっと恥ずかしいっすね、こんなんしてての。どうしよう、なんかめちゃくちゃ相性良さそうじゃない。いや、どうなんだろう、攻めが通んねえか。でも確実にこれは迫撃砲で攻めるのが正解なことに気づき始めましたね。まあ、ロケ撃ってもらえたら撃ってもらえたの方がいいかな多分。この親衛隊で頑張れ頑張れ、左が左が入ってる、左入ってる、左入ってる、キアかする。お、相手ミスってんな、あれ。あのボムでもすげえ邪魔だな。さあ、気づけば400、無視してもいいがしっかり守っていくこれやばいな、なんかまあやばいな、なんかマジで意味わからんことしてる、マジで意味わからんことしてるけど、一生攻めてるとね、相手のこのボムとか、まあ、テスラとかインフェとか何でもなんですけど、施設が枯渇しちゃうっていうね、ちょっと新しいやつですよね。よいしょ。さあ、これね、ロケを打たなきゃいけない。
こうボムが壊れてくれたらもう燃えれじゃいがみたいな。いや相手めちゃくちゃ守りやん。ちょ守りすぎやね。さすがにタイブレイクでもうあれか。よし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 、さ無限攻めるだけで、おーいナイス。いやいいんじゃないですか。こんな感じか。攻め拍、攻め拍ちょっと良かったっすね。なんかエレジャイとかバルーンでやっぱ施設を使うので迫撃砲の受けがね意外とないみたいな。いや守りカード全然ないんだけど意外と守れるもんっすね。さあフレン、うん、なんか幸せになれそうな名前ですね。あー墓石、いや遅延スキャラが多分きついっすね。キング起動もされちゃうし多分何も通らなくなるんで、まず遅延スキャラだけやめてほしいんですけど、遅延スキャラっぽいっすよね。いやしかもこの墓石スキキン強っ。ちょっと待ってくれ、うわーやべえ。まあでもこれエレジャイで全て世界変えれるかな。あーアイスイズ強え。マジタルババとか欲しいなこれ。ねえかなマジで。あーやばい、めちゃくちゃ綺麗な防衛になりそう。うんうん、まあこれバルーンはね隠し持っときたいっすね。さあ攻めてプレッシャー与えて墓石がない時のまあバルーンというかエレジャイっすね。やべ延命が、延命がちょっと待って、ダッピ、いやーこのサイクルでエレジャイがないっすね。これスケラ打たれたらイカれちまうっすね。まあまあ一旦耐えるか。やばいってそれなんで。うん、怖い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 、マジでマジで。おしまい、ヤンキースケキンスケラ来そうでしたね。てか来たんか。うん、入る入る入る、はみ出ろはみ出ろはみ出ろ、もっとはみ出ろ。うん、こんな感じですね。マジで、え、これどうしよう。いやーマジで男の勢いでいきます。ねー、どうしようかな。あれ壊したいっすよね僕は。さあ施設トルネもあってマジで鉄壁どころじゃねえ。さあ美味しいですね今のは。受けがないので、うわーいいポイズンになっちまうたな。やべ、これ勝てる未来あります。マジでどうすりゃいいんだ。何も刺さらんっすね。何も刺さらんが、何も刺さらんということは何かが刺さるかもしれない。行ってこい。同じ施設取りに行って、遅延スキャラチートか。いやでもこれを崩すのが俺の仕事なんでね。はい、お好きがないよ。アイスイズちょっと邪魔だね。うわーめちゃくちゃいいスケラー、それやばい。んにゃー、え、無理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 。はい、お前はもう友達じゃないです。よろしく言ってくんじゃねえよ。あー痒くなってる。あマジでチェーンスケラー無理です。はい、もう今のは多分ねもう無理っすね。うん、なんかたまたまね序盤っすね、序盤のあの1倍タイムの時に奇跡が起こればかな。迫撃砲とかで墓石使わして端前エレジャー行ってらっしゃいとかしなければもう無理っすね。あんなのはもうこれなん、行ってらっしゃい、はい、さあスケキンスケプー、おースケプー強えな。マジめちゃんこ溶けるやん、
さあスケキン迫撃の、まあ、小物いっぱいみたいな感じですかね。バルーンを通すのか何をどうするか、まあ、スケキンもスケブもいるんで親衛隊はもう今回は飾りっすね。親衛隊は飾りの、キアディガーか、ヤナアメ、さあヤナアメだけなんで、まあダクネが意外と良さそう。まああとは、まあ、バルーンぶさせたらいいなーって感じですよね。さあまあとりあえずエレジャイ出しとくか。これ親衛隊出してもマジで多分餌になるだけなので、まあ吹き矢コウモリガゴムレいるとやだな。攻めちゃおう、あの吹き矢を処理します。マジスケキンが最強だなこれ。なんか3倍タイムとか入るとさ、もういや無限に吹き合いやんみたいなことになりそうなんですよね。今の間にダメージを与えた方がいいのかなと思いきや、ゆっくり、相手がもう芋ってくるっすね。じゃあ俺も芋ろ、仲良くいきますか。やべ、このダメージで負けんのか。いやどっかで一発バチコンバルーンかまさんといけんっすね。さあムート強えなーマジ。こっち延命しないでほしい。うわちょうどない、いけ頑張れ。いやいい吹き矢、しかもやってくれたの熱い。え結構でかいぞ、やばいやばい、待ってこれ竹取れる、これヤナメもあるんでしっかり受けなきゃ。危ない危ない危ない、怖いよ怖いよ。おでもこれ、あームート強えマジ。やべバルーン成功しちゃった。これ右サイちょっと許容できるんで許容して、いやーいいよ、ダクネのコウモリでもう耐えることしか頭にない今。耐えたいです。やべ変なザッピーした、でも勝てそうマジでイモります、イモることしか頭にない。いやーマジでこれ強い、結構危ないですね。もうでもこれはもうさすがによ兄さん、はいバルーンあったんだよって、もう一回バルーンだよって、まあエリジェが入る、あーまあいやもうでも耐えて勝てそうだけどな、さすがに右も左もちょっと怖いけど、さあマジエリジェイこれやばいっすね、もう防衛エリジェイ強っていう、しかも吹き矢も咲いたので、さあなんとか、いやいいね吹き矢ぐらいだったら全然何も怖くないっすね。攻め手がこう無限にあるんでなんかは通るやろっていう、なんかは通るマジ、何も通らんのは遅延スキルだけね、遅延スキル以外引けば勝てるっすね。さあまずはえよろしくって言ってこ、え
ちょっと待って、俺全然引き分けとかせんよ。多分あれですね、もう普通にプレゼントっすね。いらんわ。さあ、なんか謎に一生くれましたね。なんでっていう。グラチャで100円払っとんぞっていう。さては金持ち。ここでもう一回グッドゲームとかってプレゼント来たらバカもろいですけどね。さすがに来ないか。よろしく。迫撃砲防衛に使いたいな。なんか一旦行ってみるか。スタクね。墓石、いやもうやだ。もう墓石好き金強すぎるっすからね。なんか結局大砲強いし、墓石強いし、インフ強いし、ボムタワー強いしみたいな。今なんか結構強いし、施設いっぺんあるっすね。てかもう施設強すぎ問題があるんだが、ほら墓石サイトだろ。いけ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 、取り抜されたな。これよ、このデッキの最強戦術。いや一発しか入らんのかこれで。うわー惜しい、もう一発惜しかったな。いやエレジャイとザッピーもスケブもあればゴレイは守れそうっすね。なんでちょっとゴリゴリ攻めてあげて対応してくれるのもちょっとありがたいですね。無視してケツブレされた方がちょっと怖かったんですけど。さあ一旦親衛隊ロイフグ的な親衛隊ザッピーするか。ケツ親衛隊よりはケツザッピーの方が相手もこうユニットから入ってくれるかもっすよね。おー迷ってる。多分ケツ親衛隊だったらもうゴレポーンだったと思うんですけど。よいしょ。さあからのハシマエレジャー行きたい。ハシマエレジャー行きたいな。いや回るかこれ。まあまあ回るかもっすけど、ええやろ。いやもうベビドラこっち来ないでほしいな。ちょっと一回あの防衛迫撃。いやマジエレジャー強っ。めっちゃ頑張ってんじゃん。これどうする。なんかめちゃくちゃずっと有利なんだけど。もうなんか何もしてねえぞマジで。何もしてないけど相手がなんかもう一生なんか自利品くたばりそうになってる。しかもなんなら反撃右足な。俺なんかゴレをさ守れそうなカードめっちゃあるからさ、すげえ。なんかザッピーも何でも抑えちゃうっすね。さあここは防石がないので行ってあげて。おい防衛ライト苦しい苦しい苦しい。いじめみたいになっちゃうな。これがなんかいじめなんだろうな。いじめてるつもりはないんですけど。あこんなもん取りに使わんといけんしな。そしたらもうバルーン追加でな。まあ諦めましたね。強いのかこれ。ゴレニだけ、もしかしてゴレニだけ強い。でも一歩なんか噛み合えば遅延スクレと一緒なんで、これもあれ中身がねゴリゴリきついみたいな感じはするんですけど。さあスケルトンのバナーもちょっと可愛いですね。まんまムキムキ。
さあちょっと暇っすね。ゴースト来たっすね。なんでしょうか。まあ最近だとロイかな。もうライトニングロイ大量発生みたいなとかあるんで、さあライトニングロイっすね。やべえこれザピー一回殴られた、これやばい。ハンター咲いたらこれバルーン飛ばすがおるっすよこのゲーム。あーキョスケの方か。キョスケの方は嫌だね。キョスケじゃないロイだって今幸せだったんですけどね。うん、まあでも相手対空がね多分ハンターしかないと思うんですよ。これマジで勝ったっすよ。隠し持って隠し持って、お前さん何のデッキやねんってなるじゃないですか。あバルーンだよ、あごめん嘘、エリジェもあるんだよ、きついぞこれ。さあザッピーがいるので守れちゃうよと。ぶっちゃけエリジェ行ってもいいけどな。いや親衛隊ですね、相手キョスケなんでね。えキョスケは親衛隊がきついもん。お兄さんあのゴーストめっちゃ強いこれ。相手にチャッチャーハンター出して欲しかった、もう大好きハートいっぱい送っちゃう。いやこれマジライトしかないっすよ。あエレスピか2発しか入んねえのかな。まあキング起動しといていいやろ。さあこっからはもう芋って、まあ相手も芋ってくる。うん、まあ分からんすね。とりあえずの結論がめっちゃ来てる。ダクで出したらさすがにライトニング打たれるかな。てかエリジェイ隠し持ってきたかったっすね、ぶっちゃけ。え相手だってこれハンター咲いたらダメっすよね多分なんですけど。さあまあでもいい防衛すんな。おこれさてやばいか、これなんだかんだ負けそうな人いるっすねこれ。ちょっとよしちょっと入れハンター咲く。いやこれでもバルーン飛ばしとくと絶対防衛ライト、絶対防衛ライト、絶対防衛ライトしろよマジ。うんよしよしよし、5個使って6個使わせられるんで、まあ、そう考えたら悪くはないですね。まあ、一旦これ端マイジャーしても結局ハンターとかで溶かされて大したダメに多分なんないんで。もうマジでとりあえず来るっすね。さすがに入らないの、入ったら終わるんやけど。あこれでいけ、フィジカルで見せろ、もう一発ノーイ。さあトルドをうまく利用してね、エリジェイで。いやちょっと危なかったっすね、なんか神相性、神相性っぽいっぽいけど、なんかあのキョスケがいるとねすごいぐっちゃぐちゃになりそうで怖かったっすね。またスケルトンのバナ大人気骨骨。いや今のいいな、なんか相手がねああいう高回転のなんか、まあ、強いデッキというか難しいデッキ、上手い人たちが使うデッキにこそやっぱスケとかエレスピとかこういうね、あんま支援隊とかには刺さらないカードが多いんで、ああいうの強いっすよね。あ、みんなマズニクスタンプ好きやん。何あれ？え？ちょっと待って。何あれ？思ってねえわ。え？なんかこの人さ、結構変わったスタンプめっちゃ持ってるくね？いや最近のスタンプちょっと集めれてないですね。ちょっと手に入れなきゃ。さあさすがに俺序盤ちょっと強いんで攻めてはいきたい。あーマジでこれエリジェ今あったらめっちゃ熱かったの。
マイグッネス。ライドラストね。エリポンゴレかな。おい。おや。およよよよよよ。一光さん。どんだけーって今。おい、エリポン強っ。さすがに攻めてこれ、これ守れまでも。エリジャーおらん。エリジャーおらんと守れん。まあでもここでトルネ使ってくれたら低めザッピ。ああ、ミスってるよ、それ多分。マジ。どんだけーセブンなんげー。ねえ、タルババやめて、マジ。エリジャー出すのだけ、ちょっとだけ待ってほしい。はい、うん、もういいよ。感電でタゲがエリジェイに行っちゃう。まあいらんかもしれんが打っとくか。でこれ折れなきゃ俺結構やばそうなんで。やべえ、だから迫撃砲邪魔。おい、迫撃砲邪魔でても全然置けんかったんやけど。これ守れないやつ。いや、守りたい。我は。守る。つけたら追加とか。ほい。さあ、相手これ、エリポンゴレの呪文がトルネタルしかないので。うい、いいね。エリジェイきついんだな。エリポンボーイしてた開幕。秒で。さあ、ナイス。10勝。これ12いけちゃうかもしんないな。いや、なんだかんだ強いな。小勝が一番なんか今んとこきつかったぐらい。あ、チェーンスクラブ負けたわ。ちゃっちゃ。さあ、スケルトン。まあ、これ施設がね、入ってて、施設に防衛マジで頼みますデッキは、ブッササルト、エレジャイ、バルーン、迫撃。さあ、ディガースケか。やべ。キングギドできなそうだったな、今の俺だったら。あー、ダクネだったら迫撃砲かな。ダクネじゃない、バリキリ。あ、じゃあウォールブレイカーか。やべやべ、脳がもう腐ってる。うん、まあさすがにこれにはいた施設かな。あー、いい受け、いい受けじゃねえ、いい攻め。あー、これ普通に守られるのかな、トルネで。いや、一発入りそうだけどな。いやー、マジこの一発がでかいです。さえ、そして右のマジアチは無視できると。施設を使ってくれるとすごい嬉しい。あー、ウォールブレイカー使ってくれるのもすごい嬉しいですね。さあ、まあこっからか。まあマジアチャボム両方安っすね。しかも高回転なんでマジ安っすね。まあこのここで攻めるのかどうかみたいなのがあるけど、このマジアチュさえ仕留めれば。あとキングギドできてないのもちょっと渋いかな。やっぱ2周目っすかね、これ。エレジャイ1周目しての次のエレジャイ迫撃バルーンで結構稼ぎたいかな。しょうがねえ、本物の許容というもの。いやー、ボムも回転早いしきつそうだな。ちょっと、いやー、
ダメージでも意外と頑張れてんな。いやー頑張ってるけど苦しいね。高回転魔術ボムが強すぎて。ボム？これで壊させてくれるとすごい。てかまあとりあえず使ったか。一応飛ばす。いやー回るな余裕で。いやうまい。さあどうやってダメージを稼げばいいかな。やべえ絶望。何も通らん。施設取るねきついっすね。ちょっと今のとこまあそんな感じっすね今んとこ。遅延スキルだとまあこれはドンマイだよと。多分ねまず1倍タイムで鬼削って逃げなきゃいけないので序盤からゴリラ動きます。マジでやりすぎやろぐらいで多分行った方がいい気がしたっすね。さあエリジェイ行ってハンター出したら逆サイパルンポン。ロイだったら嬉しいけど、ああ、取るねっすね。またゴブドリ取るねっすね。施設取るねが渋いんすよ。おお、ボムもある。ちょっと待ってよ。あ、でも雪だ。雪でよかった。ちょっと多いっすね。施設、ボム、取るね。まあ、ここ結構チャンスじゃないかな。ボム使ってるんでからのバルーン追加来たいですね。対空どっちか咲いた。おコストがねえぞこれ。ファルチェゴーストトルネってもう10個使ってるっすからね。あ終わったなこれ。わあマジででかい幸せっすねこれ。からのあーこれ近畿道警戒してる位置っすね。無物？うぅーさあ守った時に守りきれなかったあの地獄おめでとうございます。さすがにここまでなったらここまでのリードはね負けられんすね。うんまあ2200まで削ってるっすからね、まあ、ファルチが一生残るくらいか。いやでかいっすね。もうこれで11勝の次で12。これどうする？キングいっちゃう？まあどうせはやべえ勝ってカッチカチやん。まあ飛ばしてちょっと暇をね。いやーありがてえな。ファルチそっちに使ってくれるの。しっかり守るよっていう。うわやばい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 マジでマジやばい。トルネイキーだもん。危ねえ。ファルチェだったらイカれて、ファルチェじゃない、マジアチェだったらイカれてたかもしれないですね。まああとは来ないでって。あやばい。えトルネゴルないもしかして。えちょ待って本当にお前おマジで危なすぎだ。ゴルネイなんか結構飛ばなくなったんすよね昔より。けどもよ
さあもしかして、さあ勝てば12ですが、まあ、馬券さんってあれだな、これ多分日本の人っすね。なんか大会で当たったことがあるな。なんか大型扱いの方っすね。まあだから結構渋い手札です。どうしよう、前動いちゃうか。なんか動かないで2倍タイム入られるのがねやっぱきつかったんで、まあとりあえず動いて、マザネクファイボロイだけはやめてーと思う。ぽいな。言ってるやつが来る。今日はそういう日。まあ、やべ、なんか下手だったよ。やべえこれマジでマジで全部豚になっちゃうぜこれ。どうしよう、これやべえな。もうどうやってアップするんだろう。まあトリトンだけ引っ張れたらでかっ。まあファイボかライトかと分かんないんですよね。これライトだったらでも全然あるっすね。ああ美味しい。マザネク、いやーライトっぽいけどな。どうなんだろうな、マザネクやばい。まあ結局ね、何事もワンチャンよ。あ、お前ザップ強っ。いやマジでマジで勝てる未来が見えん。さあさすがにきつかったかこれは、っていう感じで通らなかったっすね。俺のバルーンもエレジャイも新鋭台もすべてスキキンに、まあもうザネクにね行かれました。さあということでこちらのねイカレみんなもねやってみてください。ではお疲れちゃんです。またねー。